朱雀院の御恩薬のことなお平らぎ果てたまわぬにより学人などは召さず御恩笛など大きいおとどのその方は整えたまいて世の中にこの御恩がよりまた珍しく今日ら尽くすべきことあらじとのたまいて優れたるねの限りかねてよりおぼしもうけたりければ 忍びやかにお盆遊びあり、とりどりにたてまつる中に、ワゴンはかのおとどの第一にひしたまいけるお盆ことなり、去る者の,の上手の心をとどめてひきならしたまえるねえ、い、ね、と並びなきを、ことひとはかき立てにくくしたまえば、えもんの神の固くいなぶるを、せめたまえば、げにいとおもしろく、 おさおさおとるまじくひく何事も上手の次と言いながら隠しもえつがぬわざぞかしと心にくく哀れに人々をぼす調べに従いて後ある手ども定まれるもろこしの伝えどもはなかなか尋ね知るべき方あらわなるを心に任せてただ引き合わせたる菅書きによろずのもののね、整えられたるは に面白くしきまで響く父おとどは事とのおも糸ゆるらいるとゆるに張りて糸を下して調べ響き多く合わせて響き多く合わせてぞ書き鳴らしたもこれは糸わららかに昇る根の懐かしく愛行づきたるを糸講師もは聞こえざりしようと 巫女たちも驚きたもう金は兵部教の宮敷たもうこの御恩ことは義王殿の御恩者にて、大々に大地の名ありし御恩ことを、う陰の清洲方、一本の宮のこみたもことにて賜り賜えるを、この織の京羅を尽くしたまわんとするため、おとどの申したまり、 申したまわりたまえるおん伝え伝えをおぼすにいとあわれに昔のことも恋しくおぼしでらる。みこもえいなきえとどめたまわず、みけしきとりたまいて、きんはおまえにいずり聞こえたもうも、いずり聞こえたもう、もののあわれにえき聞き、いいええごしたまたまわで、 珍しきもの一つばかり引きたもんに、ことごとしからねど、限りなく面白き世の恩遊びなり、相賀の人々、見端に召して、優れたる声の限り出だし、帰り声になる。世のふけゆくままに、ものの調べども懐かしく変わりて、青やぎ遊びたもうほど、下にねぐらのうぐいす、驚きぬべく、意味じく面白し、 私事の様にしなしたまいて、昼など糸図を強弱に設けられたりけり。えー、ここら辺は当時の人々にとってはな、まあ大事なことなんでしょう。うん、我々はもう何のことやらあまり実感がない。うん、ただ、こういうその、 舞とか音楽とかっていうのはやはりこの当時の遊びの代表的なものですね。だから遊びというのは日本人にとって非常に大事な魂の遊びなんです。魂に関する非常に大事な要素なんです。ことに音楽伝承というふうなものは うつぼ物語」なんかにも音楽伝承のことが物語の一つの大事な要素になっていますけれども「源氏物語」こういうところを見てもしばしばこういうあれが出てくるわけですけれども、えー、現代の我々にはちょっとこううるさい、えー、ところで,で細かいこう有足こじつめいたことが絡まってくるわけです。 ですけれどもこういうことも当時の人々の心の問題としては大事だったんだということをまあ心得ておいてくださればあんまりこう深くこだわらなくっていいわけですがちょっと切るところがないのでついつい、うん、読んじまったわけですが最後まで。須雀院の「お、うんくすのこと。 まあ、あのここは薬のことと言ってますけれどもつまり病に関する治療のことというふうなことで朱雀、えー、院のご病気のことというふうに取っておけばいいわけですね実際の意味はね。朱雀院の御病がやはりまだすっかりよくおなりにならないからして。 だから華やかな宮廷の楽人なんかはお召しにならない「音笛など」「笛はなかなかそのねこういう楽の中でも大事な楽器であるわけですが」だから「笛など」と言ってるそれでこの席の この席で演奏せられる楽器をこう代表しているわけですね「音笛」など「楽のことは」というふうな言い方と同じことになるわけですが、うん、楽のことは「大乗大臣がその方の面 はおととのえなされてで世の中にこの恩がよりはまた珍しき清ら尽くすべきことあらじこの源氏の君の年のが以上に結構、えー、で清らを尽くしてしなければならないことってものはあるもんじゃないというふうにおっしゃって 優れた根の限りをこの根も単に音というよりは優れた楽あるいは優れた楽器の限りを兼ねてからご配慮なさっていたことだからしておもし設けたりければ 忍びやかに大遊びあり。しかし、えー、この蘇作院のご病気のこともあるわけだし、えー、だから華やかにはしないで、えー、演奏なされた。とりどりに建てまつる中にワゴンは、さまざまな楽器で演奏する中で、 ワゴンはかの弟の第一にひしたまいけるおんことなりとりわけあの大乗大臣がこのワゴンの名手であるわけですから自分の第一のものとして秘蔵していられるそのおんことである 光るべきものの上手が心を込めて弾き鳴らしなさったその音その演奏の音色好みもないのを他の人は書き立てにくくしたまえばそれ以外の余人は演奏することがなかなかしにくくなるほど見事に演奏なさるからして それを、えもんの神の固く稲ぶるを責めたまえば、息子の柏木えもんの神ですね、大乗大臣の長男の柏木えもんの神が、固く稲ぶるを、固く誇示しているのを、とても私などと言っているのを、 責めたまえばぜひということでお責めになるからしてこの「責めたまえば」誰かというのは、うん、もちろん父の「大乗大臣」というふうにも取れるしそれから、うん、光源氏がというふうにも取れるんですね。 まあ前からのあれではこの「大乗大臣」がそのワゴンの名手も並びなき名手だというそのことを言ってここへ「獲物神の堅く稲なぶるを」というふうにいくわけですから責める人はその名手の父の大乗大臣だというふうに、えー 流れから見ればそう見ておくのが納得できる感じがしますね。柏木が誇示するのを是非にとお責めになるからしてまあ引き出したわけです。現に意図を面白く おさとなりまじく弾く父の大乗大臣に決して劣っているという感じではなく見事に弾いたでこの辺からすると進めたのは大乗大臣かなという感じもする。 うん、こういうところはまあ微妙ですけれどもねどっちにもどっちにとっても無理はなないいというとうころですねなんか父親が自分の息子にこういうやはり場で弾かせておきたかったさすがに。 その次のね何事も上手の次と言いながら上手の次っていうのは名詞の二代目ということですね何事も上手の次と言いながら隠しもええつがぬ技ぞかしと心にくく哀れに人々をおぼすというふうになっているこういうところは 進めたのは父親だったかなという感じもするところですが、まああのそれだけのことをどっちにも取れるところですが、人々が何事につけても上手の次上手の二代目 二代目になるとがっくりっていうのがまあ大体多いんだという上手の次と言いながら隠しもええつがの技ぞかしこんなふうに見事に二代目が継ぐっていうのは珍しいことだよ心にくく哀れに人々をおぼす羨ましいことまたしみじみと 感じられることとして人々が感じたと思ったというこういうところをね当時の人々としてはやっぱり、えー、大事なことなんですねちょうどお酒に日本在来のお酒がありそれから 外国から入ってきたまたそれと違った不思議な霊力のある酒があるのと同じように当時のこういう楽の中でも日本固有の楽器を使って固有の演奏法で演奏する楽とそれから大陸から入ってきたそれも北の方から入ってきたり南の方から入ってきたりした楽が日本でこう 区別せられて宮廷を中心とした貴族社会で演奏せられるわけですねそういうやはり楽だから遊びの中にも日本固有の遊び魂の遊びとそれから外来の遊びとっていうのがあるわけですねそれがまあこの頃は非常に混然となっているわけです 調べに従いて、後ある手ども、定まれるもろこしの伝えどもは、なかなか尋ね知るべ,くか知る知るべき方あらわなるを,を、心に任せて、ただ書き合わせたる菅書きによろずのもののね整えられたるは、胎に面白く怪しきまで響く。ここのところは、やっぱりそういうことに関,関連しているわけですが、 それぞれ、調べに従って、調子に従って、その、後ある手。これはおそらく、ちゃんとその、楽譜なんかにとどめられていて、その楽譜を見て、その通りこう、まあ、再現できる、そういう弾き方でしょう。調べに従いて、後ある手ども、その演奏、 法に従って楽譜に記されている演奏の仕方なんかは定まれる「こしの伝えども」そういう大体こう演奏法っていうのは大陸から伝わってきたもろこしの演奏法なんですね。 そういうのはなかなか尋ね知るべき方、あらわなるを。難しいようだけれども、でもかえって、えー、楽譜になってきちんとした演奏法として伝わっているわけだから、えー、それを覚える、習うことはしやすい。ところが、あのワゴンなんかは心に任せてただ、 書き合わせたる菅書きによろずのものの、ね、整えられたるわ、うん、そういう,う固有の楽器の演奏法というふうなものは、ね、ただこうまあ即興的に、まあ、そのあまりそんなふうに言うと演奏家から 文句が出分かりやすいように言えばただ掛け合わせたる菅書きに菅書きっていうのはそういう割合うに即興的なこの演奏の仕方で「えー、よろずのもののね整えられたるわ」「対に面白く怪しきまで響く」かえってその興味深く 不思議なほど心に感じられてくるまあそういうあのきちんとした伝承の方法が演奏の方法が不やなんかとともにきちんと伝わっているものとそれから詩から弟子へ あるいは親から声へというふうに不、えー、なかの形で残らないでかなり即興的な形でこう伝えられていってるものとそういう二色の違いをここで言っているんでしょうね。父弟は事の思いとゆるに張って 糸を下して調べ響き多く合わせてぞかき鳴らしたもこれはそれに対してその柏木の息子の演奏法は糸わららかに昇るねの懐かしゅう愛行好きたるを糸講師も聞こえざりしようと巫女たちも驚きたもなんか父親の演奏法とその息子の演奏法とがかなりこう違うんですね そこのところを言ってるんですよ。んこんなのはやっぱり実際に演奏,してもら演奏してもらっても僕なんか分かりませんけれども多少気分がこう分かるんだろうと思うんだけど言葉で言ってもなかなか、えー、実際の微妙な違いはこういう楽器を実際に演奏なさっている方な,ならばもっと説明の仕方もうまいでしょうけど だだかってくださるだろううと思う、ねね、父の大乗大臣の方は、うん、琴ノの重大層こう緩く張ってそして、えー、糸を下して調べおそらくこう低音を主に使って演奏して響きを多く合わせてぞ書き鳴らしたもう、うん、とうにかくそういうなんか演奏の仕方の。 特色なんで「すねでこれは」というのは息子の柏木の方の演奏は「糸をわららかに登るね」の「わららか」っていうのは大層、うん、活発にとか「ざくばらに」とかっていうふうな感じでですね、えー、その父親の演奏法とかなり違うんでしょう「糸をわららかに登るねの」の父親がひどいこう「下るね」だったのに対して「登るね」 少しこう高らかにで親しい感じで愛行づきたるを糸こうしも聞こえざるしよう巫女たちも驚きたもこんなこれほど見事に引くとは、うん、思ってもいなかった聞いてもいなかったというふうにえ巫女たちもおびっくりなさる金は兵部卿の宮引きたも 金のことは兵部卿の宮が、うん、名手でこれも得意ですからお引きになるその御御ことは義行殿の御仏,御仏であって代々に第一の流し御,御ことう院の末方一本の宮の好みたものと似て賜まりたえるけるをこの折の京羅を尽くしたまわんとするためおとどの申したまわり賜える御,御御伝えに 伝え伝えをおぼすに意図哀れに昔のことも恋しくおぼしであるここもやっぱりそ楽器の伝承に関することですねでこういうっていうのはもちろん切り坪の帝切り坪の帝の宮の末の頃に一本の宮これはあのう大臣型の古貴殿の大木咲が生んだ 女一宮一番年笠の内親王様桐壺の帝と古希伝の女子との間の最初の女の御子ですその方があこの格別にこのことの演奏をお好みになるというので、えー、その方に賜った その品,品物をこの機会にこの源氏の年の賀の機会に清らを尽くしたままんとするためすがすがしいその催しをこの上もなくしようとなさるために。 おとどの申したまりたまわりたまえるお伝え伝えをおぼすにこの弟はもちろん大乗大臣ですね、えー、つまり一族の伝承のことですから内親王様から大乗大臣が頂い,い,いたわけで。 そういうその伝承のあり方、名記の伝わり方を思いになるにつけても、大層しみじみと心にしみて、昔のことも恋しくおぼしでらる。このおぼしでらるは光源氏ですね。父の帝の御用のこと、そして、えー、古国伝の 女房が出てきたりその娘様に伝わった楽器のこと大乗大臣も絡んでいるわけですそういう楽器の伝承を思うにつけて亡き父の帝の御用のことが光源氏の心に恋しく思われ あれこれと、思いが深いことであるというふうなことですね。だから、大体のこの。思いのほどはわかります。しかし。こういう。思いの。裏側にある。楽器の伝承。そして。まあ。遊びの。 伝承に伝わる細やかな心のありようってものはもう我々にはわからない何らか少しクダクダしい感じがするというところです巫女もえいなきと、ええとどめたまわずもちろんこの巫女 これは蛍、ね、昔のあの居合わせのまきの居合わせの場にも居合わせられたわけですがやっぱりこの方も昔のことを思い出してそしてえい泣きへとどめたまわえい泣きをなさるのを自分で自制なさることもできなかった え泣きっていうのは、えー、我々はいくらなんでも酔っ払ってこんなところで泣くなんてだらしないという感じがしますけれどもう当時としてはちょっと違うんですねやはりお酒が入ると心が高揚して刺激せられてつまり普通の人間の心とちょっと違った心になってそして、えー、その 高揚した心で泣くわけです。だから、えい泣きっていうのは、あの、今の我々のこう、居酒屋なんかでえい泣きして、だらしないとか、うん、ふざけてるとかっていう感覚とはちょっと違う。だから、えい泣きへとどめたまわず、えい泣きなさるのを、 おととどめななることができなかったそれほど感動が深い場面であったということなんです。プラス思考で考えておかないとこのような考え違いするところです。で「見景色取りたまいて金はお前にいずれ聞こえさせたも」と。 お心を察せられて源氏の君の心中をお察しなされて金のことの演奏は源氏にお譲り申し上げなさるこの場のもののあわれの気分を見過ごすことが なされないで、お出来にならないで、源氏の君も、珍しい曲を一つほどお弾きになった。その様子、ことごとしからねど。なんか、ぎょうさんめいた感じはしないけれども、 この上もなく今日深いこの世の還元のご様子であった宋河の人々宋河の人々っていうのはこの楽器の譜を声に出して歌うことですね宮中のやはり天上人たちの群れですその宋河の人々が 殿の御殿の御端のと近くにお召しになって優れたる声の限り出して帰り声になる帰り声になるっていうのは雅楽の律の歌い出しで歌ったのが今度は呂の声に変わるあるいは呂の声で歌い出したのが律の声に変わる。 それを「帰り声」と言うんだそうでその「帰り声」になって節を変えて歌うというふうなことですね。世の老けいくま,まに物の調べでも懐かしく変わりて「青柳遊びたもうほど犀原の青柳をお歌いになる頃 でにねぐぐらのうぐいす驚きぬべく意味くおもしろし私ごとの様にしなしたまいて私ごとの様にしなしたまいてというのはこの今日の日の画の催しのことを光源氏は公の儀式ということではなくて 私事の儀式というふうにお取りな,しなさってで六などその集まった人あるいは役を務めた人なんかに与える賜り物などこれは光源氏の私事と として光源氏から出すすわけですね。公の儀式というふうなことには形をしないでで大層強削に設けられたり、権強削というのは立派に見事におとえなされた。